メフディマハダビキアは、イランテヘラン出身の元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションは MF。主に右サイドを主戦場とし、高い突破力とクロスを持ち味とする。1997年に、アジア年間最優秀ユース選手賞に選出されたのをきっかけに翌年、イランのピルジーから、ドイツの VFL 暴風に移籍。その年に、 チームは降格してしまったが、活躍を認められて、ハンブルガーエース V に移籍した。2002から2003シーズンには、ブンデスリーガのアシスト王に輝き、2003年のアジア、最優秀選手に選ばれた。2006から2007シーズン終了後、長らく在籍したハンブルガーエース V から退団し、アイントラハとフランクフルトへ移籍した。2010年1月、 母国のスティールアジン FC に移籍し、約11年ぶりに母国リーグ復帰を果たす。2011から12シーズンは SC ダーマーシュでプレー。2012年に古巣であるペルセポリスに復帰した。2013年3月、現役を引退することを表明した。2009年6月、ワールドカップ予選の韓国戦で緑色のリストバンドをつけて試合に出場したため、 代表からの無期出場停止処分を受けた。緑色はイラン大統領選挙で敗れた改革派のシンボルカラーであり、改革派を支持していると受け止められたようだが、政府当局から強要や圧力があったかどうかは不明である。なお、マハダビキアの他にアリカリミラ3選手が処分された。2015年6月、ハンブルガー SV の17歳以下部門のオフェンスコーチに就任した。 元チームメイトの高原直宏曰く、いびきがかなりうるさいらしい。ありがとうございます。